こんにちは、ドクターネックスです。さあ、グループパートでやっていきましょう。いや、今ね、一回やってきたんですけど、夜市さんでやってみたんです。ハロウィン夜市さんで、ね、俺が扱いきれなかった。なので、今度はリルカメインでやってみようかなと。で、僕は必殺技レベル、このボーナスキャラクターで高いのがキスケなんで、キスケを入れて京都一号でコンボ稼ぎやっていきたいと思います。映像に不具合があったためにもう一回これでいきたいと思います。とりあえず京都一号を2回使うパターン。クール管理が。一瞬まだ倒しきってないかと思って残ってしまった。いろいろ具だったな。危なかったっすね。とりあえず京都一号を2回使うのでこんな感じですね。はい、今度は京都一号一発。
で今回は一発バージョンなんでもう駆け抜ける。ここからちょいちょい京都いちごで、その危なかったっすね。どうだ、あーちょっと上がったね、ちょっと。まあ京都市場1回でもいいかもしれないですね。まあまあ僕こんなもんっすわ。毎回18万円届かないかなぐらいのところでやってます。いやまああの京都いちご2回のがいやあの簡単です。そのあんまり考えなくていいから、その3の3の2と、5の3の1で京都いちご打てばいいと思うんで、っていうかコンボギリギリだったの。はい、今回はここまでです。以上ドクターのキューズでした。お疲れ様でした。